子供ができないではなくて、できるっていうやっぱ見守り方だったりとかっていう目線をやっぱ持つことによって、ちょっと待ってあげたりとか、最初はできるわけないじゃないですか。それがやっぱできるようになるところから伸びしろってすごく広がっていくと思うので、僕は今日はそれは目撃できたのが大きかったなというふうに思いますけどね。そういうプログラムだったりチャレンジっていうのは非常にいいなと思いますし、あとは今日オンラインでも自分も参加させてもらったりしてコミュニケーション取らせてもらいましたけど、楽しんでもらえるとか、なんかチャレンジできるっていうこういう雰囲気作りを自分も含めてやっていきたいなと、あとは恒例なのでもうクリスマス前に必ずありますし、でクリスマスを迎えて年末を迎えてまた新たな気持ちで今年を迎えるという、この1年のこの年末の流れっていうのは自分に染みついているので、そういうこう染みつくような子どもたちであり親御さんであり、関係者の方がもっともっと増えてくれるといいなというふうに思います。去年だと気がつかなかった部分のところをやっぱ子どもたちの関係が増えてより気づいてあげたりとか
そういう気づきがすごい子どもたちって嬉しいんだなっていうのが自分でもすごい感じていて、スカドーラとしてもそういうつながりがもっと増えていって、やっぱお互いになかったものを生み出せるっていうところまでいけたら、すごいいいサッカーファミリーだったりフットサルファミリーになると思うので、そういうのにも少しずつ力を入れていきたいなと感じています。まあ、これがきっかけで、まあ、来年に向けて2024年またこうそのカテゴリーで広げてきながら、でまたこうインクルージョンにしていくっていうことになっていくと、もっとこう楽しさとか喜びだったりとか人のつながりで社会変化っていうものが生まれるんではないかと思って、あとは今日もあのそのカテゴリーの選手たちが出てきてくれるじゃないですか。で彼らがやっぱり日本代表としての活躍もあるし、あとはそのもうちょっとオープンにその障害がどういった自分にとってこう大変な部分があったとか過ごしにくい部分があったっていうことをもっとやっぱ言ってもらう機会を作ってもらえればな。でそれを知ることによってこれから向かう子どもたちに対してではどういうケアができるのかっていうことだったりとかにつながっていくと思うので、そういったちょっとオープンにしていける2024年にできればなと思って。